ミンデンは、ドイツ連邦共和国のルトラインベストファーレン州、デトモルド行政管区のミニイコールリュベッケ軍の軍長、所在都市である。この町は、ミンデナーラント地方の歴史的な政治の中心地である。また、ミッテルラント運ガとベーザー川とが交差する、水運ロジャンクションのある町としても知られている。この1200年以上の歴史を持つ、旧市郷座都市には、 ベーザー・ルネサンス様式の数多くの建築とともに重要な象徴的建造物である制度が保存されている。民伝はノルトベスト・ファーレン州北部のベーザー川がベーザー山地とビーエン山地を突破して流れ出る出口の北側に位置する。ベーザー川はここでベーザー山地から離れ北ドイツ定地に向かって流れていく。 オーバーシュタットとウンターシュタットを結ぶ坂道この都市は、南に中引く山地を望むベーザー川両岸の平地にあるが、ビッツェンシクやハッデンハウゼンシクは、BN 山地の両線までを含んでいる。中核市区は、ベーザー川西岸の段丘に位置している。この段丘は、市街地を貫いて、これをオーバーシュタットとウンターシュタットに分けているばかりでなく、 自然環境の境界にもなっている。市の構成は、プロイセンの民伝城塞によって規定されており、取り壊された、防衛施設の後は市を取り囲む、緑地帯と呼ばれるにその名残を止めている。民伝は、ビーレフェルトの北東を 40km、ハノーファーの西 55km、オスナブリュックの東 60km に位置し、民伝ナーラント地方歴史的、 政治的中心地となっている。市内をミッテルラント運河が東から西に横断し、ベーザー川が南から北に流れる。両者は市の北側にある水運路ジャンクションで交差する。民伝市内でバスタウ川が西からベーザー川に注ぐ。市内の最低地点はレーテルン市区にあり海抜40.3メートル、最高地点は ハッデンハウゼン市区にある海抜180.6メートルである。地域面積は101.08平方キロメートルで、南北軸は最大13.1キロメートル、東西軸は最大14.1キロメートルである。民伝種は東のマイセン市区ペピングハウゼン市区が、ニーダーザクセ州、ビュッケブルクとの宗教を形成する。この他は、北は、 ペーター・アス・ハーゲン、西はヒレ、南はバート・エーンハウゼン及びポルタ・ベスト・ファーリカと境を接する。地域は以下の19の四区からなる。民伝はオスト・ベスト・ファーレン全域がそうであるように、概ね海洋性気候で、時折大陸性気候の性質が混ざる移行地域にあたる。ここでは気温や降水量は年間を通じて大きな変動は比較的少ない。 夏は大陸性気候の土地に比べてやや涼しく、冬はやや暖かい。これにはビーエン山地の北側で風の当たらない側であることも影響している。トイトブルクの森とビーエン山地が大西洋から雨を運んでくる南西の風からこの町を守っている。このため民伝は他のオストベストファーレン地方の町と比べて降水量が少ない。 その値は、ノルトラインベストファーレン州の平均と、ほぼ同値である。市の北部における、年間降水量は600から650ミ、mm、リメートル。南部ではそれよりもやや多い650から700ミリメートルである。気温は北ドイツ定地とベーザー渓谷の比較的、低い高度によって決定づけられている。 年間平均気温は急接種9摂氏9.5度で、ベストファーレン盆地ンの平均値を同じである。民伝ファーレン市区の降水量を表で示す。民伝市教座制度協会現在の地域にあたる、様々な場所からの定住を示す、出土品は、民伝が3世紀にはすでに入植地であったことを示唆している。民伝地域では一世紀から四世紀まで、 絶えず、入植地開発がなされていた。ここは、当時、ラインベーザー・ゲルマン人ングループの入植地であった。民伝は798年のフランク王国の年代記、帝国年代記に、カール大帝が民田で帝国集会を開催したとして、初めて記録されている。カール大帝は800年頃民伝に、司教区を設けた。 この町は977年に都市圏、貨幣中造圏、関税圏を得た。13世紀の初めまでは市教が任命する都市貴族が市の代表者であり行政指導者を務めた。1230年頃に民伝城が建設され市議会は教会領主である市教から独立した存在となり都市圏が改めて授けられた。この権利が行使されて 教会から独立した貿易が開始された。その収益は、この都市を一層発展させる基盤となった。中世には、民伝はハンザ同盟に加盟した。民伝市民の独立意識の高まりは、旧市庁舎の建設に現れている。この庁舎はおそらく1260年頃に、市教座教会の管轄区との教会に面して、建てられたのである。こうした市民の圧力を受けて、 1306年、または1307年に、当時の民伝司教ゴッドフリート・フォンバルデックは館を、民伝から、ペータースハーゲンに移した。1642年頃の民伝を描いたマテウス、メイリアンの同伴が宗教改革の時代、1529年に、民伝では深刻な対立が起こった。その結果、姿勢を管理するための36人の委員からなる。 委員会が形成された。1530年2月13日、ついに、ニコラウス・クラーゼは、マルティン教会の説教団から民伝のプロテスタント化を宣言した。魔女狩りの時代、1603年から1684年までの間に、合わせて128人が、魔女裁判にかけられた。隣接する多くの地域と同様にもっぱら女性がその対象となった。 30年戦争では、1625年から1634年まで、この町は、カトリックの皇帝軍によって占領された。1634年に、プロテスタントのスウェーデン軍によって包囲され、最後にはこの軍によって征服された。スウェーデン女王クリスティーナは、民伝市民に対して、内政、外政のすべてにおいて、完全な主権を認めた。 30年戦争後、民伝は1648年のベスト・ファーレン条約によって、ブランデンブルク・プロイセン領となり、プロイセン王国が消滅する1947年まで、その領土であった。1711年6月10日に、プロイセン王フリードリヒ一世が発布した領主による市政綱領によって、民伝市民の400年に及ぶ自治権は消滅した。 16人の商人、16人の手工業者、8人の大議士が選出され、終始人員として、市の運営に当たっていた40人委員会や、市参事会による議会は廃止された。民伝の戦い7年戦争では、防御を固めた民伝氏が戦場となった。この町は1757年の夏に、フランス軍によって占領された。数ヶ月後、 ブラウニシュバイク・ボルフェンビュッテル公使フェルディナントが率いる同盟軍が反撃を開始し1758年冬に民伝周辺で激しい戦闘が行われた民伝は一旦は同盟軍が占領したものの1759年の夏に再びフランス軍に占領された1759年8月1日に民伝の 門前で行われた民伝の戦いの結果、この城西都市は、最終的に同盟軍のものとなった。1719年から1801年まで、この都市は、民伝ラーフェンスベルク両方の行政府所在地となり、1816年から1947年までは、行政管区本部所在地となった。1806年まで、民伝制度周辺の地域は、 ドームフライハイト、すなわち主教座教会の管轄地域であった。この地域は他の民伝市街とは異なり、政界領主が統治していた。1806年11月13日、民伝はフランス軍に占領され、1810年末まではベスト・ファーレン王国領、その後はフランスの直接統治下に置かれた。ライプツヒの戦いで、 ナポレオニッセイが敗退した後、フランス軍はミンデナーラント地方から撤退し、再びプロイセ占領となった。アルニムの軍長時代にミンデン行政管区の監督下でミンデンの防衛施設が再建された。この死壁の再建は工業発展、経済発展を阻むという重大な弊害を将来した。街とその寄付は、 死壁の中に封じ込められてしまったのであった。これを契機に、それまでは小さな町に過ぎなかったビーレフェルトやドルトムントといった都市が流星へと向かっていったのである。プロイセン時代は、民伝に多大な影響を及ぼした。それは、現在も町の施設や風景に見て取れる。この時代の多くの建物が現存している。初代防衛司令官は、 エルンスト・ミハエル・フォン守備票であった。1873年までこの町は、プロイセンの要塞都市であった。1873年5月30日、ベルリンでの帝国議会は、民伝、シュテッティン、エアフルト、ビッテンベルク、コーゼル、グラウデンズ、コレベルク、シュトラールズンとの防衛施設の撤廃を決定した。これによりやっと死壁が取り壊され、都市は、 経済的に復興した。しかし、かつてのような政治的、経済的に重要なポジションに、再び戻ることはなかったのである。第一次世界大戦末期のドイツ革命は、民伝では、比較的穏やかに推移した。1918年11月7日と8日に、民伝駐在のいくつかの弊社で小競り合いがあったが、町のスピード代表と、 労働組合の働きによって沈静化した。1918年11月8日の午後、老兵会が民伝市の公的権力を掌握した。これとは対照的に1920年のいわゆるカップ一期では民伝の立場は緊張状態に置かれた。市政委員会のスピード DDP ユーズドップの代表は 大統領フリードリ・ヒエーベルトとグスタフ・バウアー、内閣への支持を表明したが、中央党代表は保留の態度を示した。1920年3月15日に、労働組合が、市の行政機構を掌握した。これにより、クーデター側の声明を公表した新聞、ミンデナー・ターゲ・ブラッドと、ミンデナー・ツイ・トゥングは、事前検閲が課され、やがて発行禁止となった。 こうした処置は、民連では、前例がなかったが、1918年の11月革命時には、他の都市では一度ならずこうした、激しい処置がなされていた。1920年3月16日、エーベルト大統領とバウアー首相は、電報で労働組合の全権を認めた。民連労働組合は最高執行権を委託された。 組合は憲法に基づく行政管理と施策実行のためあらゆる処置を行う権利を有する。署名大統領、エーベルト署名首相、バウアーカップ一期の失敗後、民伝の住民と政党は激しく分局化していった。1922年6月24日に外務大臣、バルター・ラーテナウが殺害されると、その後民伝でも残酷な暴力事件が何件があった。 1922年6月27日に、マルクト広場で約1万5000人が参加した大規模なデモが行われた。デモの終了後、多くのでも参加者が市当局に連行され、住居、職場、滞在先のホテルは保守派の人々や国水主義者によって徹底的に捜査され、多くの皇帝の強像や肖像、黒から白から、 赤の旗が砕かれたり、燃やされたりした。ミンデナー・ザイトゥングはこの騒乱を1922年7月1日に、ロシア放棄と名付けて報じた。第二次世界大戦中、ミンデン郊外のベーザー山地やビーデン山地に、ユルバーラジャーングと呼ばれる、地下工場が作られた。ここでは、ノイ・エンガンメ強制収容所の収容者たちが、武器や、 その他の軍需品製造の強制労働に服していた。戦後、工場の機械は、アメリカ軍によって解体され、工場への立ち入りは禁止された。シュトルパーシュタイネプロジェクトにより、ベーザー島は近くのベッカー通りに埋め込まれた、ユダヤ人犠牲者のプレート民伝水運路ジャンクションに、近いビンケルトゥルムエンペイ号には、国立造船所や民伝水門の職員がいた。 この沿平号は封鎖され、2010年に取り壊された。ユダヤ人市民は大部分が国外追放とされ、拘束されていた。犠牲となったユダヤ人を忍ぶシュトルパー・シュタイネプロジェクトが実行されている。第二次世界大戦中の爆撃により民伝は甚大な被害を受けた。中心街やベーザー川を越える運河施設が破壊された。 1945年4月3日、アメリカ軍がバート・エーンハウゼン方面から進行してきた。4月4日、カナダ第一空挺大隊が西から市内に侵入し、0時にマルクト広場に達した。4月5日2時30分頃この街は完全に制圧された。1945年4月9日には早くも、 暫定的な私業制機構が機能し始めた。民伝はイギリス管理地域の一部となった。1946年3月11日、この町にイギリス軍政府によるイギリス管理地区経済局が設置され、これがバイゾーンの経済局の前身となった。第二次世界大戦後、民伝はかつての地域を越えて影響力を発揮するような、 行政上の重要地点としての地位を完全に喪失した。行政管区の本部所在地は1947年にデトモルトに移された。いくつかの官庁の本庁所在地もこれに伴って移動した。旧民伝行政管区を管轄する行政裁判所は現在も民伝にある。戦後復興は一歩一歩進められた。 1949年にベーザー川をまたぐミッテル、運河の運河橋が再開通し、1955年に新視聴者が開館。1957年には民電聖堂が再建された。視聴者と聖堂の再建は,建は建築家、ベルナー・マルヒが担当した。1968年、ドイツ鉄道は民電駅の電化業務を開始した。 1969年、ベーザー川に架かるバイパス橋の建設が始まった。市北部では、ミンデナーリングの延伸部にあたる北橋が建設され、南部では計画中だったアウトバーンの一部である南京の工事が始まった。この道路は延伸されて、BN 山地をトンネルで抜けて、バート・エーンハウゼンでアウトバーン A35 線に接続する計画であったが、 市民主導の反対運動によりこの計画は廃案となった。視聴者のアーケードから制動を望む。近代建築が視界を遮っている。1970年代になると、旧市街の近代化がなされるようになった。これにより、ベーザー島は周辺地区は整理され、古い細々とした家屋は広い床面積を持つ建物に建て替えられた。こうして作られたのが、 例えば C&A やカルシュタットの倉庫であった。公共交通も新たに整理された。インネンシュタットは自由交通地区と歩行者専用地区に交通の分離がなされた。4車線のバイパス道路を通った北自動車はインネンシュタットの周辺部やカンツェルバイデにある駐車場を利用する。路線バスの中央停留所は市内中心部から南部に移された。 これにより空いたスペースに市役所の新庁舎を建設する計画が立てられた。これにより市役所のアーケードから民伝制堂日誌面への視界は新しい建物によって遮られることとなった。こうした都市整備は民伝の古い木組建築の一部を破壊することとなり、後に近代化の失敗事例としてしばしば取り上げられることとなった。 1973年1月1日、ビーレフェルト法に基づく市町村再編により、アーミングハウゼン、ベルホルスト、ダンケルゼン、デュッツェン、ハッデンハウゼン、ハーレン、クーテンハウゼン、レーテルン、マイセン、ペピングハウゼン、シュテンマー、トッテンハウゼン、およびバルクハウゼン、ハルトゥム、ホルツハウゼン2の一部が民伝市に合併した。これによりそれまで、 行政上独立していた町村が民伝の宿となった。また同時に、旧民伝軍と旧リュベッケ軍とから、民イコールリュベッケ軍が創設された。民伝はその軍庁所在地となった。新しい軍庁舎は、インレンシュタット南部の旧兵舎跡に建設され、旧民伝軍庁舎は、民伝私立文書館として利用されている。1976年。 民伝のベーザー川堤防がかさ上げされ、その中のフィッシャーシュタット沿いに遊歩道が作られた。1974年には取り壊された防衛施設跡に市民の憩いの場として重要な緑地帯、グラシーが作られた。フィッシャーシュタット沿いの旧止壁は1979年から修復が行われた。1994年のイギリス軍の撤退。 ドイツ連邦軍演習場の新設により、ベザー川沿いのパイオニア演習場の大部分が、グラシーに併合され、このレクリエーション地は、ベザー川に囲まれる形となった。この地域は、新設された歩行者専用橋を通って東岸にまで拡大し、カンツラーバイでも新たな大規模公園施設や、祝祭広場として統合された。21世紀の初めまでンシュタットの再開発が、 改めて議論された。市は2009年に、因縁ュタット開発の外活マスタープランを提案し、6月の市議会を通過させた。民伝、聖マリエン教会1521年から1529年にかけて、民伝の宗教改革はなされた。1530年に、福音主義神学者、ニコラウス・クラーゲによって市に対しての、 福音主義協会規則が起草された。民伝主義会は同年にこれを全市民に対して交付した。民伝にある福音主義協会共同体はいずれもドイツ福音主義協会を構成している。合同派集協会ベストファーレン福音主義協会に属している。今日の民伝には6つの福音主義協会共同体が存在している。聖マリエン教会共同体。 聖マルティーニ協会共同体、イシメオン協会共同体、聖マルクス協会共同体、イヤコブ協会共同体の5つの協会共同体はルター派である。これらのルター派協会共同体は市内を5つの地区に分けて選挙している。民伝に住む改革派信徒はルター派の地区協会組織ではなく、市内全域を管轄するペトリ教会共同体に属している。 ペトリ協会共同体は改革派協会である。ルター派の聖シメオン協会共同体目下のところ、開かれた協会として、選挙活動を展開している。聖マリエン協会共同体には、かつてのタッテンハウゼンと、クーテンハウゼン地区が含まれる。聖マルティーニ協会共同体には、リュッツェン、ベルホルスト、ヘーファーシュテッドが含まれる。 民伝市には4つのカトリック教会組織がある。聖ペトルスゴルゴニウス市教座聖堂教会、聖エマウリティウス教会、聖パウルス教会、聖アンスガー教会である。これらの教会は、民伝ナーラント市牧会を形成している。13世紀以降、民伝市には、ユダヤ教組織がある。信者数は19世紀には400人近くにまで達した。 第二次世界大戦後、40人の信者らによって、民伝及び、周辺地域のユダヤ人文化組織として新たに、発足した。水晶の夜に破壊された民伝のシナゴーグは1958年に、新築され、ユダヤ人コミュニティの中心となっている。1796年頃から、ドイツでは、数少ないクエーカー組織の一つが民伝にあった。彼らは、 はじめは議会に従わないという理由で、後には子供の就学義務の問題で行政府と再三衝突した。クエーカー信者らは子供を家庭で教育し学校へ通わせないということから圧力をかけられたのであった。やがて彼らはクエーカー信者の学校を設立した。この学校はドイツにあるのだが資金面では アングロアメリカやイギリスのクエーカー信者らに大部分を寄っていた。多くの曲折があったものの1858年に民伝クエーカー私立学校は公式な運営許可を取得した。しかし、この学校は1870年代には学生不足のために閉鎖された。現在、民伝にクエーカーの組織はない。これらに加えて民伝には 数多くの自由教会、イスラム教徒の組織がある。1991年からは、仏教徒の組織フロインデでデウエストライコンブディスティション、横断図が結成された。さらには無宗教の住民も増加している。民伝市長者1999年、民伝市は北ドイツ議会制度に基づき二等体制を廃止した。専人の市長だけを選出することとしたのである。 市長は、市の代表者であり、市議会の議長であり、行政指導者である。市議会は、法律で、予定定員50議席と市長によると規定されている。2009年の選挙では比例選挙に伴う、超過議席の追加により、議員数は58となっている。民伝市の文章は、左右に分割。向かって、左は、金字で、金の冠をいただいて、 金の爪と赤い舌を見せる相当の黒い和紙。向かって、右は赤字に、十字に組み合わされた二本の銀の鍵。鍵の刃は互いに外側を向いている。紋章研究家は、この紋章は左右逆であるべきだと指摘しているが、紋章記述に基づいてこれが公式なものである。この紋章は1853年から公式なしの紋章となっているが、 用いられているデザインは共に古くから習慣的に用いられている衣装である。紋章の向かって、左半分に描かれている相当の帝国足は30年戦争後、この戦争で多大な犠牲を払いながらも、皇帝軍を受け入れ援助した都市として皇帝から特別な保護権を与えられていたことを示している。向かって、左側に描かれた2本の鍵は、 丘陵種の民伝司教の紋章から取られたもので、聖ペテロの鍵を表している。同じ時期に、民伝史のモットーも定められた。ジャスイ・アイキータス・シビタータム・ビンキュラーというものである。街の色は、旧ハンザ都市で、一般的な白と赤に定められている。また、次の都市に対する協力関係を締結している。民伝は、これらの都市との間で、交換留学や学生、 合唱団、サークルの相互訪問といった活動を奨励している。また、民伝は、新犯罪同盟に加盟している。民伝私立劇場民伝私立劇場は2008年に、創立100年祭を祝った。この他にヨハニスキルヒ行部の市民センターや、アムバインガルテン劇場といった民営施設で、演劇や文化行事が開催されている。また、 固有の劇場を持たない劇団がいくつかある。民伝は、ドイツ全土で知られているアマチュアカバレット団、民伝アーシティヒリングへの設立の地であり、本拠地である。このグループは1966年に創設された、ドイツで最も古い現役のアマチュアカバレット団である。民伝市では、1994年から2年ごとに、文学的、政治的カバレットに対して、 全国キャバレー奨励賞、ミンデナーシティヒリンゲ賞を授与している。この賞は、メリータ社とミンイコールリューベッケチオ地区銀行がスポンサーとなっている。定期的なプログラムを上演している舞台は、もう一つある。カルチャーセンター BUZ である。ここでは、若手からベテランまで多くのカバレティストが芸を披露している。地域文化と民族の歴史博物館の建築群、民ン,ンには、 私立文書館のほかに、重要な博物館が二つある。一つはプロイセン博物館。これは、ベーゼルの博物館と並ぶ、ノルトラインベストファーレンプロイセン博物館の一つで、ある。この博物館は、ジーメオン広場に面した、旧防衛軍兵舎を転用しており、それ自体が1873年に、撤去されるまでこの都市を特徴づけていた。 プロイセンの民伝要塞の移行展示になっている。もう一つがコーヒー博物館を併設した地域文化と民族の歴史博物館である。この博物館はオーバーシュタットのベーザーアルネサンス様式の装飾豊かな建築群からなり、その中に文化史が展示されている。ここには古いものでは1022年からの物品が収蔵されている。併設されている コーヒー博物館では、コーヒー関連商品製造会社、メリタの100年の歴史を展示している。この他に、民営の人形博物館もある。ベスト・ファーレン・カザグルマ街道は、ミンデナーラントにあるカザグルマを結んだ観光街道で、この種のものとしては、最初に創設された。これらは1960年代にはすでに、産業文化財として認識されており、 現在、軍内には、ほぼ40機が保存されている。民電保存鉄道は、かつての民電ナー・クライスバーンの路線を用いて、プロイセン時代の古い車両を運行させる、保存鉄道である。プロイセンの伝統を伝える、この保存鉄道は、軍外でも広く知られている。民電水運路ジャンクションに面した、民電河川水運局は、 インフォメーションセンターを運営しており、二つの連邦水運路のジャンクションについて詳しく展示している。ここでは、新型の内陸船舶を航行させるために必要な水門の拡張工事ついての最新情報を入りすることができる。民伝のマルクと広場。正面の鋭角な屋根の建物が、シュミーディング低級民伝行政管区庁舎1200年。 以上の歴史を持つ民伝には、旧市街やかつてのプロイセン要塞といった見どころがある。旧市街は、聖ゴルゴニウス聖堂周辺の地区であり、経済的に流星した16世紀に作られた、ベーザールネサンス様式の建物が残っている。民伝の中核部である、旧市街は、ロマネスク様式の西面を持つ11から13世紀の初期ゴシック建築である聖堂と、 これを中心とした司教座協会管轄領域からなっていた。団球下団が本来の民伝入植地であった司教座協会管轄領域に隣接して13世紀のアーケードを有する市庁舎がある。これに1974年から1978年に建設された新庁舎が付随している。この増築部分は エルヴィン・イーアマンによるインネンシュタット再開発の時代に建造されたものである。旧視聴者の石造りのアーケードはこの地方で最も古いアーケードの一つであり、第二次世界大戦に視聴者が破壊された際にも残っていた。マルクトの周囲にはシュミーリング庭などの立派なファサードを持つ家屋が建っている。断球上段への登り口はマルティーニ階段である。 ダンキュージョーダニへの斜面には、聖マルティーニ教会、ゴシック様式のホール式教会に改築された、聖マリア教会や、聖ージーメオン教会といった、教会建築が建てられており、教会塔が、町の景観を印象付けている。この他オーバーシュタットには、プロイセン時代に建てられたプロビアントマガツインや、ベストファーレン地方で最も古い石像建築である、旧貨幣鋳造所がある。 その向かい側に、マリア教会付属の木組建築、ビントロッホがある。これは、民伝でもっと小さな木組建築の一つである。教会への狭い通りを、いつも風が吹き抜けていることからこの名前が付けられた。ベーザールネサンス様式の歴史博物館の、建築群やシュベーディンシェンケがある。校舎は現在レストランとなっている。市街は、 防壁内の下段テラスを北に向かって伸びている。ここに聖ヨハニス教会がある。ベーザー島は付近では、記述の都市開発の際に古い建物のあった地区が2つの大型専門店複合体に作り替えられた。中核部北のベーザー川沿いにフィッシャーシュタットがある。ここにはかつて民伝要塞の一部である紙壁がわずかに残されている。 これ以外の防衛施設は大部分が取り壊され、グラシーの緑地帯となっている。マルクトソイのフランメ、シュミーディング帝では、1日2回、ザクセンコービドキントとカール大帝が民伝の地名の由来とされる、ディーズブルッグゾールヌーンミ,ミニッツーントディンザインという、制約をもって現れる人形劇が行われている。民伝には、 旧民伝行政管区の本部庁舎、ベッカー通りのヒルテイやシャルンのハーゲマイアーテーといった、ベーザーアルネサンス様式の重要な建造物がある。また17世紀のベーザーアルネサンス様式の上官、ハッデンハウゼン城がある。インネンシュタットの北に、ドイツで2番目に、大きな水運のジャンクションがある。ここでは、ミッテルランと運河がベーザー側をまたいでいる。 カンパハレは大規模なスポーツ施設建査事場である。ここは、ハンドボールブンデスリーガの GWD 民伝のホームである。民伝とその周辺地区には、数多くの古い風車が修復、復元されており、ベストファーレン風車街道で結ばれている。これは観光の要請に応えて整備されたものである。民伝市には、プロイセンの歴史にちなんだ記念碑がある。 例えば、ベーザー島は近くの大選抵抗記念碑などである。町の中心に植物園がある。ここはかつて墓地だったのだが、現在は古木とテーマパークで知られている。1904年まで、ここに埋葬がなされていたのだが、その後埋葬は北墓地に移された。北墓地は北の市、境沿いで、ベーザー側の堤防に隣接する。 グラッシーはかつて民伝要塞の一部であった。1873年に中世の防衛施設が最終的に取り壊された後、樹木を植えられた公園が緑の灰として市の中核部を取り囲んでいる。GWD 民伝のホーム、カンパハレ民伝で最も有名なスポーツクラブはグリュンバイダンケルゼン民伝である。このクラブは1966年の ハンドボールブンデスリーガの発足当初から3度の中断を挟みながらブンデスリーガに所属している。GWD 民伝は1995年にブンデスリーガ一部に復帰し、現在もこのリーグに在籍している。ホームコートは民伝カンパハレである。ブンデスリーガ発足以前はベーザーシュタディオン民伝でフィールドハンドボールを行っていたが、 GWD はここでも何度か世界チャンピオンとなった。ベーザーシュターディオンは現在陸上競技とサッカーに利用されており、民伝のサッカークラブでランデスリーがベストファーレンでプレーするウニオン民伝が利用している。2006年のドラゴンカップベーザー側に面した土地柄から伝統的にウォータースポーツが盛んで北ドイツ地方における。 ウォータースポーツの中心地となっている。ここには多くのクラブがある。その中で最も古く、最も大きなクラブが MTV1860 民ン EV である。このクラブには体操、フェンシング、ハンドボール、カヌー、柔道、水泳、バドミントン、バレーボールの部門がある。バウスタウ側のベーザー川沿いにボートハウスがある。上流寄りには、 KSG 民伝 EV のクラブハウスがある。このクラブは、ドラゴンボートレースの民伝ドラゴンカップの主催者である。ベーザー側の橋の下流側右岸に TBR 民伝がある。このクラブは、カヌーとカヤックの部門を有している。ベッセルルーダークラブ EV は、ベッセルギムナジウムとヘルダーギムナジウムのボート部を、起源とする、ボートクラブである。 東港では年に1回校内スプリントレースが開催される。これはドイツ最大の学生ボートレースの一つである。これらのウォータースポーツクラブは共同で2年ごとにウォータースポーツイベントブラウエスバントデアベーザーを開催している。2001年から2006年まで民伝では民伝マラソンが開催されていた。平坦なルートの高速コースであったが、 その後資金難により中止された。マラソン競技は2009年にポルタマラソンと予想を新たに復活した。ダンススポーツクラブ TSC ロートバイス民伝 EV は1964年に創設された。ダンスの楽しみや健康増進は言うまでもないが、このクラブはフォーマルダンストップクラスの連邦チャンピオントーナメントをすでに2回勝利している。この大会は 1> 約1300人の観客を前に行われている。このダンスクラブの新しい練習場は、A、A&S スポーツ、ホッホハウスアムリングである。民伝ンンスカッシュクラブは、スポーツセンターファルケで練習している。第一チームは、オストベストファーレンベアバンツリーガで活動している。ビリヤードクラブの1、PBC 民伝は、 駅の近くのカゼル年通りに活動場所がある。第一チームはオーバーリーガでプレーしているヨーロッパサッカークラブ d c コグは1924年にブレーメンで設立された。1933年に国家社会主義政権により禁止され、1953年に民伝で再結成された。現在は17カ国約170人が参加している。 活動のハイライトは毎年民伝で行われる集会とコグが選出した民伝私文学賞の授与式である。下記には民伝近郊で交差する連邦水運路のベーザー川とミッテルラント運河及び民伝水運路ジャンクションを長距離客船が航行している。2001年以後民伝のシュラッジからベーザー川を蒸気船。 ベッペンフォン民伝号が航行している。ザボイアンド・シネマアムシュバン1970年代から80年代には民伝に数多くの映画館があったが、2010年現在に館が残っている。観客席300のホールを有する D ビルケとシュバン対比近くの2つのホールを持つザボイアンド・シネマアムシュバンである。マルクとミナミのウニバーズムは、 最初に閉館した映画館である。この建物のファサードは今も見ることができる。アポロ、セントラル、エジソンシアター、リングシアター、ウーファー LS も営業を停止している。マリア教会下のレギーナは閉館後数年してマーケットホールに改築された。最初のコンセプトは失敗に終わったが2007年8月10日に改めて開店した。 バスステーションとマルクトとの間にあるスカラは1980年代に閉鎖された。その映画ホールは一部が改築されて、ビクトリアホテルの一部となって、祭事ホールとして利用されている。イギリス占領軍の映画館グローブは、マリエンバルト、大秘宝夫との角にあったが、イギリス関係者しか入場できなかった。1990年代のイギリス軍撤退とともに、 この映画館もなくなった。フィッシャーシュタットのプログラム映画館ステラは90年代に閉館を余儀なくされた。ステラの建物にはその後小さな映画館ソラリースがあったが、2003年3月にその建物も取り壊された。ステライゼン、ヘルマン通りには映画館コロセウムがあった。鉄道とバス民伝駅民伝駅は、ハノーファー民伝線及びハム民伝線の駅である。 これらの路線は、幹線鉄道ケルンルール地方ベルリン線や、アムステルダムベルリン線の一部である。この他にベーザー・アーラー鉄道の民電、ニーインブルク線の駅でもある。この駅は、近郊列車、長距離列車の停車駅である。地方路線は、以下の通りである。駅のホームはいずれもバリアフリーの設計になっている。駅周辺には自転車ステーションがある。 駅にはほぼ30分ごとにバスが到着する。バス網の乗り換えの中心となるのは市内中心部のバスステーションで駅からは停留所2つ分離れている。民伝市内のバスは民伝ラーフェンスベルク交通会社によってランデブーシステムで運行されている。市内バスと地域バスは30分間隔で中心部のバスステーションを発着する。 地域バスと市内バス路線は一部相互乗り入れ運行をしている。バス路線はいずれも20時頃までしか運行していない。いくつかの市内路線は1時間ごとの運行である。この町はオストベストファーレン交通連盟に加盟している。ミンデナー・クライスバーンの一部では歴史的な機関車や客車を使った民電保存鉄道が運行している。残りの標準機に拡幅された鉄道は ミンデナー・クライス・バーンの貨物列車が使用している。道路この町は、アウトバーン A2 号線及び A30 号線の近くに位置しており、連邦道 B65 号線と B61 号線が、市内を通っている。ミンデン市の南では、アウトバーンに準じた使用に拡充された道路が、ベーザー・アウエントンネルを通ってポルタ・ベスト・ファーリカへ、さらには、 バーとエーンハウゼンにまで通じている。地域の東を A2 号線のインターチェンジから、ニーンブルク、ベーザー方面へ行く、連邦道 B482 号線が走っている。二重の半環上道路が、市内中心部を迂回して通っている。このうち、内側の半環上道路は4車線への拡充が、ほぼ完了した。中心街周辺は駐車場表示が完備されており、 駐車場管理システムにより誘導される。民電水運路ジャンクションの地図水路と港民電は船舶の航行にとって重要な交差点である。ここで連邦水路として整備されているベーザー側とミッテルラント運河が交差し、ドイツでは珍しいワサーストラセンクロイズと呼ばれる構造を形成している。シャハと水門がベーザー側とミッテルラント運河とを結んでいる。 ここでは13メートルの高低差を克服する。これに代わる新しい民伝ベーザー水門が建設中である。ベーザー側とミッテルランとウンガに面した民伝港は近年取扱量が増加した。このためブレーマーハーフェンやハンブルクといった海洋港と直接結ぶことができるように克服することとコンテナ施設を強化した工業港の整備が必要となった。 ミッテルラント運河に面した、これまでの民伝港の東側に、新しいコンテナ港の建設が計画されている。民伝水運路ジャンクションの運河橋、ベーザー川の橋、民伝には7本の橋がかかっている。3本の自動車橋、歩行者専用橋、鉄道橋、2本の運河橋である。この町で、最初のベーザー川の橋は13世紀に架けられた。この場所には、 今も橋が架かっている。インネンシュタット地区と駅がある東岸の地区とを結び、オスナブリュックからハノーファーに至る広域道が通る橋である。この橋は何度も架け替えられており、現在は4車線に拡幅されている。1970年代にこの橋の負担を軽減する2本の橋が架けられた。当時は北橋、南京と呼ばれていた。 これらの橋は4車線の道路であり、インネンシュタット地区の自動車交通量を軽減している。南京は、連邦道65号線の一部であり、インネンシュタットから自動車を流出させている。この橋はもともと連邦アウトバーン A35 線に使われる予定であったが、この計画は帰却された。ベーザー側の鉄道橋は、ミンデナー・クライスバーンの付設に伴って架けられた。 この橋は、インレンシュタットの北側でベーザー側を渡る。ミッテルラント運河は、ベーザー側を横断する必要があった。その地点は、民伝の北側と定められた。こうして建設された、民伝水運路ジャンクションは、マクデブルク水運路ジャンクションが開通するまで、ドイツ最大のものであった。 1998年には5年の後期を経て、大型船舶用の第二の大きな運河橋が設けられた。最後に紹介する橋は、インネンシュタットと大規模公園施設に指定されている、カンツラー・バイデトを結ぶ歩行者専用釣り橋のグラシー橋である。市外でベーザー川を渡る、最も近い橋は、上流側がポルタ・ベスト・ファーリカ、下流側がペータース・ハーゲンにある。 これらはどちらも自動車橋である。自転車この町は、広域自転車道のミューレンルート及びベーザー、自転車道沿いに位置している。また、ウェルネス自転車ルートの出発点の一つでもある。駅前にサービスセンターを備えた自転車ステーションがある。この町は1996年以降、作業共同体、ノルトベストファーレンの自転車フレンドリーな市町村の一員になっている。 総通貨車両のうち自転車が占める割合は約20%を超える。1995年からは民電自転車振興プログラムチームが存在する。このグループは定期的に会合を開き行政当局への提言を行っている。民電の経済発展は防衛施設の制約により長い間妨げられていた。1873年に これが撤去されると、この都市とその経済は外に向かって発展していった。現在、民伝は、経済、商業、サービスの重要な中心都市となっている。民伝は、農業の他に、多彩な工業で特徴づけられる。この町には、化学、金属産業、電子産業、製紙業、セラミック産業、木工業などの企業がある。市当局は、 市内に4700社があるとしている。民伝の経済発展は2つの要因によっている。一つは川沿いの立地である。この町が市場開催権を有していたことから航行する貿易船が積み荷を売るために立ち寄ったのである。もう一つは中世のこの町では穀物の取引が特に活発に行われ大きな利益を上げていたことが挙げられる。 民伝はハンザ同盟の加盟都市であった。一方、現在でも農業用地の面積は、市の総面積の50%を占めている。民伝水運路ジャンクションに大規模な、新しい港レギオポートベーザーが計画されている。メリタ本社ビルマリオボッタ設計のハーティングテクノロジー、グループ管理胸地元企業、民伝には、様々な中規模企業がある。消費者に、 最もよく知られているのはメリータ社である。この会社は1929年から民伝にあり、メリータグループの中枢がこの町にある。インレンシュタットには数多くの古くからの企業あるいはその支店がある。いかにそのいくつかを列記する。科学産業の分野では1932年創立のノール社がある。現在はバスフ・ファーマケミカリアンの名前でカールドオリゾイの 工業地域で生産を行っている。金属工業では、ドラバーと社が挙げられる。この会社は1889年から、民伝ビューロメーベル内で製造を行っており、やがて企業グループへと成長した。電子産業では有名なハーティングテクノロジーグループの管理棟が、ポルタ通りにある。実際の本社工場は、隣町のエスペルカンプにある。 ワゴコンタクトテクニークは、インネンシュタット北部に本社があり、ここで、電子接続部品などを製造している。電気工学メーカーのショップウントフィーザーは、アセアブラウン・ボベリ参加の企業である。化学工業では、ファルメングループがある。古くから民伝にあるエンドラー・ウント・コンプは、オートメーション技術の会社である。食料品では、フルーツジュース製造のレフラー社がある。 この会社ははじめレヒテス・ベーザー・ウーファークの橋のたもとにあったが、現在では南部の産業地区に移転している。エデカ・ミンデン・ハノーバーはミンデンにドイツセンターを置いている。工房のスペシャリストである、ベッカー社は100年前からミンデンで活動している会社である。1980年代初めまでミンデンのフェルト・シュレッツェン醸造所ではベーザー・ピルスを製造していた。 シュトロートマンの商標で流通している小麦で作られるコルンをはじめとする上流種類も有名であった。この会社は1990年代半ばにボル、ス社に売却されたが、その後継者はなかった。交通部門では、ドイツ鉄道は戦後、連邦鉄道中央局をドレスデンから民伝に移転した。この期間は現在、 DB システムテクニック及び DB 車両整備 GMBH に引き継がれている。建設部門ではカンパハウスというプレハブ住宅製造会社が民伝にあったが2009年に倒産した。クックク通りに本社を構えるオーナミン、カンストストフェワーカは合成樹脂製のユニバーサルデザインの日用品を製造・販売している。1955年に設立された。 この会社は、やはりクックク通りにあった、同化線製造の会社をその前身とし、歴史は1883年にまで遡ることが、できる。1906年創業の機械製造業者、アルテンドルフは、丸の小ンの世界市場のリーダーである。ミンデナー・ターゲブラッド本社メディア地元の日刊誌には、ミンデナー・ターゲブラッドがある。公共放送は、 西部ドイツ放送協会が運営しており、オストベストファーレンリッペ向け放送のスタジオは、ビーレフェルトにある。ここからラジオ及びテレビ番組が制作され、放送されている。TV プログラムは2006年に DVBT 方式のデジタル放送に切り替えられており、ヤーコプスベルクの放送等から送信されている。民間放送のラジオベストファーリカは ミンイコールリュベッケ軍向けのローカル番組を放送している。民伝にはミンイコールリュベッケ軍の軍長がある。また、この町にはドイツ連邦軍所在地、大病院の所在地といった機能もある。2008年3月、市の南境界近くのヘイファーシュテット地区に病院の新しい建物が完成した。2005年まで民伝には、 ノルトラインベストファー練習州理一銀行の支店があった。かつて民伝に本部を置いていた行政管区は戦後に創設されたデトモルト行政管区に編入されたのだが、それにもかかわらず州内に7つだけの行政裁判所の一つが現在も民伝にあり、民伝区裁判所、民伝労働裁判所がある。この町には 現在の DB システムテクニックの前身である、連邦鉄道中央局が置かれていた。また、民イコールリューベッケ軍を管轄する、民電消防署の出動指令センター所在地である。さらに民電は、軍独立市ではないにもかかわらず、連邦消防局がある数少ない都市の一つである。ビーレフェルト専門大学の民電キャンパス民電には、 ビーレフェルト専門大学の造形学、建築、土木工学、技術工学、エンジニアリングと、数学、社会学及び経済学、保健学の専門キャンパスがある。また、初等教育教員のための研究セミナーの建物内に、ハーゲン通信教育大学の通信センターがある。民伝には、市民大学もある。民伝市は三校のギムナジウム。 二校の実家学校、三校の本家庭学校、一校の総合学校を運営している。さらに数多くの基礎家庭学校、養護学校、職業訓練学校がある。ベーザー補修高等専門学校では、職業高等専門学校から、アビトゥアを習得する、いわゆる第二の教育コースのための卒業資格を得ることができる。私立では、 自由福音学校やバルドルフ学園がある。また、民伝には、音楽学校もある。アメリカ合衆国国家、正常期は、1814年に、ボルチモア攻撃中のイギリスの戦列艦民伝、号内で、フランシス・スコット・キーによって作詞された。キーは、その直前に捉らえられ、イギリス海軍の戦列艦民伝号に移され、ここで、 マクヘンリー砦の防衛という詩を書いた。これが後に、正常期と解体され、国家に指定された。感染の民伝号は、民伝詩にちなんで命名された。それは、この町の近郊で行われた民伝の戦いで、イギリスとプロイセンの軍が、フランス軍に勝利したことにあやかったものである。民伝号は、米英戦争での任務を終えた後、病院船として、香港に移された。 そこで住民の救助という重要な任務を行った。その栄誉を称えて、後に二つの通りにその名が付けられた。フリードリビルヘルムベッセル生誕200年記念の肖像切って、フランツ・ボアズこれらの文献は、翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。